リュートピアホームページをご覧の皆さん、こんにちは、浅見ひかるです。とにかくあの男の大人3人がああでもないこうでもないと自分の今までのこう築き上げてきたものを縦に3人で言い合うところが面白おかしく、そして時にはバカバカしく、こう俯瞰で見られるっていうのがとても楽しくて、私が登場するのは最後の方なんですけれども、その登場するまでのお三人のその会話劇がとにかく楽しくて、台本読んでる時はもう本当にあっという間に読めてしまったぐらい集中して、そしてお三人がセリフ言っていらっしゃるのがもう脳みその中でその声が聞こえてくるような感じで読ませていただきました。そして私が出てきてからは本当に後半の方なんですけれども、まあどんでん返しというか、まあこういうことになったっていうところで、まあここは見に来てからのお楽しみということで、まあ今は言わないでおきますけれども、まあとにかく本当にそのお三人の会話劇がとても楽しかったです。白石さんの作品は何本か拝見しています。とてもアーティスティックな、とても綺麗な舞台をお作りになって、そしてその中にいる登場人物がとても生々しい感情をぶつけ合うところと、そのビジュアルとその人間ドラマのちょっとした対比みたいなところも私はすごく好きで、よく拝見させていただいてました。自分がその白井さんの思うイメージの中に今度入れるんだと思うと、もうとても楽しみですし、自分がどのくらいその中で表現できるのかなっていうちょっと今不安と、まあ、期待はあるんですけれども、でもなるべく白井さんのそのビジョンに沿っていけるように自分も柔軟に物事を捉えて、そして表現していければなと思ってます。皆さん、この住所間違い、題名をこう見ただけではどんなお話なんだろう、まあ、住所を間違えて皆さんてんやわんやするのかなって思われると思うんですけれども、まあ、まさにそのてんやわんやがとても楽しく、そしてほろ苦く、その中には生と死や、いろいろな、人間の問題もビビッドに入ってまいります。そして、出演者の中村徹さん、そして田中哲さん、渡辺一慶さん、本当に素晴らしい俳優の皆さんがきっと汗を流しながら、切磋琢磨してこの作品を作り上げて、そして私はそこに、どんな形で関わるのか、またそこを楽しみにぜひ劇場の方に足をお運びください。リュートピアでお待ちしています。